アンダーソン軍はアメリカ合衆国テネシー州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は75,129人であり、2000年の71,330人から5.3%増加した。軍庁所在地はクリントン市であり、同軍で人口最大の都市はオークリッチ市である。アンダーソン軍はノックスビル大都市圏に属している。 アンダーソン軍が設立される以前のこの地域はチェロキー族インディアン東バンドと呼ぶところであり、ボレス、ギップス、フリールズ、フロスト、タンネルなどのパイオニア家族が入植していた。1791年に調印されたホルストン条約は今日のアンダーソン軍を含め地域への入植を禁じるためにチェロキー族と交渉することを意図されていたが、バージニア州や ノースカロライナ州からアパラチア山脈を越えてテネシーに入ってくる開拓者の数が増えるにつれて条約は無効になっていった。白人開拓者がインディアの領地に溢れてきたためにいくつかの戦闘状態が生まれたが1798年のテリコ条約によって緊張関係が緩和され入植が進んだ。アンダーソン軍は グレンジャー軍とノックス軍の一部を合わせて設立された。隣接するローン軍も1801年にノックス軍から分離したので、両軍は姉妹軍とも呼ばれるようになった。アンダーソン軍の軍名は当時テネシー州、選出アメリカが州国上院議員だったジョセフ・アンダーソンにちなんで名付けられた。アンダーソンはオハイオ川南部領土の上級裁判所判事や、 アメリカ合衆国財務省の財務監督官も務めた。テネシー川流域開発公社が最初に建設したダムであるノリスダムで1930年代のアンダーソン軍は大きく変化した。1933年に始まり1936年に完工したこの工事でアンダーソン軍や周辺軍に固定に沈む土地から約2900の家族が居所を移した。 ノリスの町は当初、ダム建設に関わる労働者を収容するための計画都市として建設された。ダムが完成し、創業を始めた結果、下流のクリンチ川の水温が変化したので、それまでの川に豊富にいた以外が、環境変化に対応できなかったために、長年繁栄していた新需要職業が立ち行かなくなった。 第二次世界大戦中、連邦政府のマンハッタン計画により、多くの家族の移転やオークリッチの街の設立など、さらに大きな変化が起きた。ノリスにあるアパラチア博物館は、アンダーソン軍と周辺部での昔のパイオニアと、田園部の生活を展示している。アンダーソン軍は、ノリスコ・アパラチア博物館、アメリカ科学エネルギー博物館のような大きな呼び物があるので、 観光業が成長してきた。軍は、ノリス高原にあるとみなされている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は345平方マイルであり、このうち陸地338平方マイル、水域は7平方マイルで、水域率は2.12%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ありがとうございます。